デスゲーム番長続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きで、マサトが疑いかけられて、なぜか丸山ちゃんが、かばおうとしているのは一体なぜなのか。まあ、マサト脅したんじゃねえのかって気がするが、一体どうなんだろう。なんで石森マサトについてアリバイの嘘をついたの？いましたよ。私は一回飛び出ちゃいましたが、すぐに落ち着いて戻ってきましたでゲス。うん。僕ら二人はずっと後ろにいたし、保健室でもずっと入り口付近にいたよ。一切喋ってなかったから気づかないのもしょうがないと思うけど。まああんたたち影薄いもんね。気づかないのも無理ないね。ギャハハハ。二人はきっと手を組んでるんです。だから嘘の証言をしているんですよ。石森様と丸山様が手を組む理由があるのでしょうか。現状そんな根拠はなさそうですし。ちょっと待つねんね。もう訳がわからなくなってきたねんね。ん？そういえばあそこにあれが落ちてたよな。もしかすると、その証拠を丸山ちゃんにぶつけていいのか？一応やってみる。これじゃね？あ、ちげえ。これだ。玄関ホールに落ちていたペン。いいしねえ。怒られた。じゃあちゃんといるな。誰かしら適当にやっちゃいけないね。やめとく。気づかないは無理ないもんね。もう訳が分からなくなってきたねんね。無理、現状そんな根拠はなさそうですし、やめとく。さっきと手を組んでるんです。だから嘘の証言をしているんですよ。え、どれぶつけたらいいんだ。これは見張りをしていた時は落ちていなかった。見張りをしていた時には落ちていなかったって言ってるでしょ。これを誰にぶつけりゃいいんだ。これじゃない気がする。マサトか。マサトでいいのかな。ちょっとやってみっか。寂しい。はい、あ、違った。え、丸山とマサトは違うんでしょ。ここら辺だってきなこ絶対違うじゃん。アフロも違うんじゃねえか。花子か。丸山がマサトが破壊してるのを見ちゃったってことか。で、丸山がいた証拠がこれに繋がるってこと。あ、いた。お前らちょっとこれを見てくれ。じゃーん。ん？何それ、腐った人参なわけ。どう見てもなんかのペンだろ。木製の万年筆でしょうか。いや、万年筆は材質は樹脂と金属が一般的だよ。ペン先は丸ペンだね。丸ペン？何が丸いねんね。説明しないと殺すねんね。結構過激派だよなこいつ。本来はマッピングペンと呼んで、地図の等高線、ペン画や図面を描くのに利用されているみたいだよ。言っておくけど、僕は図なんて描かないから、そんな丸ペンなんか持ってないし使わないよ。そのペンがどういたしましたの？おなんで照れてる。これは犯人の調査してる時に玄関ホールの壊れたカードリーダーの近くに落ちてたものなんだぜ。言っとくと、玄関ホールが破壊される前は落ちていなかったんだ。そうか、わかったぞい。それがカードリーダーが破壊されていた後に付近で落ちていたということは、そのペンの持ち主がカードリーダーを破壊した人間なんだな。そうなのだろ秋山くん。バリカン。ん？僕の意見を愚弄する者は急にどうした。バリカンで僕と同じ髪型にするぞい。怖すぎるよ。もうそう前振りいいからさ、結局そのペンの持ち主は誰なの。丸山ちゃん、焦ってるね。あら、そういえばそのペン、ここに来てからどこかで見たことがあるような気がしますわ。そうだ、おそらくこのペンを持っていたやつはこれで図面だの絵だの漫画を描いていた。来た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 。丸山美子。この野郎、このペンの持ち主は美子さん万歳と呼ばれし、なんか有名な漫画家丸山美子さんなんだぜこの野郎。あ、そうなんですか丸山さん。そんなペンを知りません。言いがかりはよしてくださいのちょんまげ。でも探してたんだろう。この野郎、この中でこんな本格的なペンを持っているのは漫画家であるお前ぐらいしか思いつかないんだぜ。確かに丸ペンは漫画を描くのにも広く利用されているよ。
他の人が持ってたものなんじゃないですか。そういえば思い出しましたわ。確かダイニングルームでいつも丸山様が低俗な漫画を描いておりましたわね。低俗で BL か。低俗ひどすぎです。なんかすんごい BL 描いてるって言ってなかったっけ。ええ、そのペンで描いていましたわね。間違いありませんわ。いいいい、怒ってるらしいけど、どうなの丸山美子。君は有名な漫画家らしいけど、丸ペンをご存じないとか言わないよね。どうなんだよ美子さん、答えろハゲ。なんとか言いやがれこの野郎。はい、そうです、私のです。やっぱり私のだったらどうだって言うんでげすか。このペンは俺ら見張り組が玄関ホールで見張りをしていた時落ちていなかった。ということは俺らがゴミ捨て場から保健室で解散するまでの間に落ちたものとする。このペンの持ち主である巫女さんが玄関ホールについて落としたとしか考えられねえ。その時にカードリーダーを破壊するマサトを見つけ、いろいろあって手を組むことになったに違いない。ナイス推理。これがマサトとミコさんが手を組んだ理由なんだぜ。つまり話を戻すと、どう考えてもカードリーダーを破壊したのはマサトお前だ。こじつけだ。なんだって。そんなの認められないよ。君の推理は間違っているんだ。僕は犯人なんかじゃない。番長口論開始。おっと、はい。うお、焦りきってんじゃねえか。ミコさんが僕をかばう理由なんてどこにあるんだよ。もしカードリーダーを破壊していた僕と会ってさ、マサトに好意を抱いていたから、ミコさんを恐喝したから、マサトを利用しているか、ミコさんを恐喝したからじゃないか。そうだ、てめえはミコさんを恐喝したんだ。恐喝だって。ミコさんが絶叫しながら逃げた先が玄関ホールなのは、落ちてた漫画描く用ペンが落ちていたことからほぼ確定だ。そんで偶然カードリーダーを破壊していたお前を見てしまい、それにお前は気づいたんだ。それでお前がミコさんに取った行動は恐喝だ。お前はカードリーダーを破壊するのに鈍器のようなものを使ったはずなんだぜ。おそらくデブを殴ったのもそれだ。お前はその鈍器でミコさんを恐喝したんだ。そうやってミコさんに協力関係を持ちかけたんだこの野郎。でもだからって僕がカードリーダーを破壊したっていう証拠なんかないじゃないか。それに僕が朝日さんを殺したって言ってるけどさ、僕が殺したって証拠はどこにあるんだよ。落ちていたペンとマサトのメモ、ダイイングメッセージとマサトのメモ、朝日さんを殺したって言ってるけど、殺した証拠、落ちていたペンとダイイングメッセージ、これかな。あ、どっちだ。落ちていたペンとマサトのメモでいいんじゃねえか。お前が書いたメモ、この落ちてたペンで書いたんじゃねえのか。そういう感じになっちゃった。違うな。違うけど、尾崎くんが勉強用に渡された鉛筆で書いたんだけど。そうです、マサトくんはその鉛筆を渡して1個勉強。ごめん間違えた、勘違いした俺が。だって言ってるけどさ、僕が俺した証拠はどこにあるんだよ。ダイイングメッセージとマサト、こっちだわ。なんで俺今落ちてたペン混ぜた、これだわ。そういえばマサト、このダイイングメッセージの文字、最初どっかで見たことあるなと思ってよ。そう思ってお前に一度メモを書かせてたろ。それを見返してたらよ、ところどころ筆跡が同じなんだよ。伊達に小学時代お前と一緒に過ごしたわけじゃないからな、未だに字の癖ぐらい覚えてるんだぜ。確かに字が似ています。ってことは朝日さんを殺したのも、そんなのたまたまだ。たまたま犯人が僕の字を真似たか、筆跡が似ていただけだよ。つまりこれを書いたのはお前じゃないって言いたいのか。抵抗するねお前、おじょぎ屋が悪いぞ。当たり前だよ、当然存在も知らなかったんだよな。当然だよ。だったらよ、お前があの時なんであんなこと言ったんだ。今朝デブの死体を見つけたこと、見張り組に報告していた時のカードリーダーについてなんか言ったっけ。道をみんなと保健室から第二リングリームに向かったこと、殺人現場にあったダイイングメッセージのこと、これか、違うか、合ってる。なんでお前はあの時点でダイイングメッセージについて知ってたんだ。え、お前はこの会議室でやっぱり俺が怪しいって話を切り出した時思い出したんだ。死んだ朝日さんの近くに置いてあった例のあれ、殺人現場を調べていた人が見つけたはずだよ。
もしかしてダイイングメッセージのこと？そう、秋山博士に殺されたって血文字で書かれていたダイイングメッセージの紙のことだよって言ってただろ。あの時点でダイイングメッセージはその場にいた俺、水晶、福田、青海、ファイヤーマスクしか見てなかったんだ。なのにてめえはその5人しか見てねえダイイングメッセージをなぜ知ってたんだよ。それは、これ完全に追い詰められましたね。しかも書かれていた内容もお前の発言と同じだ。これはどういうことか説明できるか？言っとくが、今更教えてもらったは通用しないからな。覚醒しそう、あれ狂いそう。決まりだな。あの偽物のダイイングメッセージを書いたのはお前なんだぜこの野郎。そして同時にそこから導き出せるのはお前が朝日を殺したクソ犯人野郎の正体だこの野郎。うおーこの野郎、デンジャラスハリケーン。いやでも犯人ではないと思うんだよな。これ悔しいけど多分犯人じゃないんだよ。男って書いてある。これで解決したらそれはそれでいいんだけど。つまり朝日を殺したのもデブを襲ったのもカードリーダーを破壊したのも全部石森ってことかよ。違う。ねえ丸山美子、どうなの？あなたは彼に恐喝されて彼をかばったの？それは正直に言った方がいいんじゃないか。これ以上ごまかすのならあなたは立場怪しくなるわ。特に信用に関わる問題よ。誰にも信用されず最終的に全員に目の敵にされて殺されるのが本望。ひえ、正直に言いそう。ああ作画崩壊しだした。はい、そうです。私はカードリーダーを破壊していた石森殿に見つかってしまい彼に恐喝されました。すみません、狂気で襲われたんでゲス。狂気で襲われたのか。怖くて。決まりだな。つーことは今までの事件の犯人は全部お前ってことなんだな。朝日を殺したのも。ちょっと待ってよ、僕はここでマサト以外にヘイト向けるの難しいよな。これでユナちゃん助かるのかな。でも本当にユナちゃんが犯人じゃない可能性もあるし。よくも朝日を殺しやがってこのクズ野郎。まさかマサトキュンが僕ちゃんを殴り殺していたとはね。いやお前は生きてるけどな。マサトキュンには死より重い罰を与えるべきでよね。やーい人殺し、死刑になれ。だから僕は朝日さんを殺してなんか。マサト、てめえなんであんなことをしたんだ、教えてくれよ。俺はてめえが犯人だって思いたくねえ。だが今の話でてめえが一番怪しいんだよ。僕は答えやがれこの野郎。どうなる？なんでみんな僕を責めるんだよ、なんで。まあ、でもカードリーダー壊してるしな、しょうがないんじゃないか。僕たちは同じ閉じ込められた仲間じゃないか。僕たちの共通の敵は黒幕じゃないか。もし本当に僕がやったとしても悪いのは全部黒幕じゃないか。一番恐ろしいのも黒幕。ええ、こうなったのは結局黒幕の仕業ね。恐ろしいわ。だけど今一番恐ろしいのはあなたみたいな仲間を殺す人間よ。僕諦めなさい、犯人は間違いなくあなたよ。いい加減認めるのか。絶対荒ぶるぞこれ。何か言ってくださいよ。それとも何も言えないんですか。ヒロシ君に罪をなすりつけようとした最低な人殺し。マサト、あ、本性出してきたよ。黙れ。はい？黙れよ。何がでしょう。おーおーおー、悪い顔してる。黙れって言ってんだよこの脳なし腐れ外道どもがよ。な、
てめえらみたいな漫画みたいな見た目した非常識の集まりはとっととギャグ漫画の世界に帰ればいいんだよ。そんで非常識なことばっかりやってめちゃくちゃしてればいいんだよ。それで僕みたいな普通の人が住んでいるこの現実に二度と戻ってくるなよ。マサトももう十分普通じゃなくなってるよ。ね、心肺停止、死んだ、今度は死んだ。なんか無個性くんが切れたねんね、怖すぎねんね。本性を表したわね。僕はお前らに心底呆れているよ。だってさ、これだけの頭数が揃っているのに脱出の手がかりを見つけずやっていることが、人を殺した犯人を探すこと、そんなことをして今何になるって言うんだよ。いや、意味はあるだろ。仇？信じる？仲間を殺す？このまま勝手に殺し合ってくれれば、隠れた僕は必要最低限のことだけしてクリアになるっていうのに。まあ僕がお前たちの言う狂人なのを突き止めたところだけ称賛してあげるよ。じゃあもしかしなくても君だったんでいくね。僕ちゃんを殴り殺したのは。うん、正解だよ。君を殴ったのは僕だよ。頭に角生えてる。カードリーダーを破壊するためのおとりのためにね。いやー、はっきり言ってね、大成功。君たちはまんまとデブの方に湧いてくれたよ。そこだけは普通の人間の思考をしててよかったよ。いやー、君がおとりになってくれたおかげで無事にカードリーダーを破壊することができたよ。ありがとう、生きる価値のない気持ち悪い豚さん。暴言がすぎる。この野郎、そんなことのために僕ちゃんを地獄に送ってやる。だっていい的だったんだもん。好きだらけでもあればでかい体してるくせにこの中で一番弱いタイプの人間なんだし、まあ思いのほかしぶとくてよかったよ。おかげで人殺しにならずに済んだしさ。結果オーライだよね。なぜそんなことを。君たちに心底絶望しただけ。なんだと。僕は昨日の深夜2時ぐらいだったかな、道下さんの部屋に行ったんだ。ちょっと話したいことがあって何度もノックしたんだけど開かなかったんだ。それでふとドアノブも回したら開いてて。お前気づいてたんだ、最悪やんこいつ。入れば死んでたよ、道下朝日さんは。本当に悲しかったよ、あんなに元気でみんなのムードメーカーが殺されてて。あまりに無残で理不尽で悲しくて。そんな彼女を殺したお前らに絶望しかなくなったのさ。そこで僕はやっと行動するようにしたのさ。カードリーダーを破壊してクリア条件で脱出できなくなった君たちを最後の二人になるまで殺し合いをさせようとね。それで壊すことに成功した。そこで丸山美子に目撃され彼女を脅迫したのも。うん、正解。あの時は本当に危なかったよ。まあでも今思えば臆病者のミコさんでよかったよ。あ、ミコさんいたんだ。いい、ちょっとあんた何やってるんでげすか。これはその、それを破壊してしまったら外に出られないんでげすよ。何を考えてるんでげすか。ミコさん、チャンスだと思わない。え、チャンス。そう、これが使えなければクリア条件は無意味。残る殺し合いに運命をかけるんだ。そこで僕たち二人だけになるまでみんなに殺し合いをしてもらうんだ。いい考えでしょ。いや、何を言ってるんでげすか。そんな無茶苦茶な。じゃあいいや、今ここで君を口封じに殺すから。とんでもない。いい、誰かお助け。誰も助けに来ないよ。助けに来てくれる人はみんなゴミ捨て場に集まってるからさ。へえ。お願いします、命だけは勘弁してください。拙者にはまだ書かなきゃいけない作品が山ほどあるんです。それを書き終わるまで死ぬわけにはいかないんでゲス。どうか。じゃあさ、僕と手を組んでよ。大丈夫、手を組むと言ってもミコさんにしてもらうのは、今僕がしていたことを見なかったことにして、いざ僕が疑われた時に弁護すること。簡単でしょ。それで僕の方は今ここでミコさんの命を助けてあげるのと、もし何かあったら
僕が巫女さんのことを助けてあげるからお互い得じゃない？はあ、はい。その反応を見た限りだと交渉成立かな。でももし裏切ったら苦しめて殺すし、お前の書いてきた作品も全て燃やす。最後には君の家族を全員惨殺してやるからな。覚悟しろよこの虫眼鏡野郎。もう怖すぎる。マサトとんでもないんだけど本性が。という感じで脅迫したよ。あんまり怒鳴らないから体力使ったよ。怒ると一番怖いタイプだわマサトが。ガタ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 。なんということ。誰か一人でも脱出すればその人が助けを呼べる可能性だってあっただろうに。そんなことができる保証なんてないでしょ。こんなゲームさせるやつらがそんな間抜けとは思えないよ。細井くんは都合のいいことしか考えられないんだね。ですがカードリーダーを破壊してしまえばあなたの PDA も同じく無意味なものになりますわよ。本当にあなたのした行動はあなたにとって最もいいことだと思う思い出だ。しまってない思い出。こんなものもともと部屋の鍵にしか使えないよ。なんたって僕のクリア条件はさ、自身を除いたプレイヤーの PDA を破壊することだってさ。笑えるでしょ。振り切がすぎる。なんなんだよそのクリア条件は。それじゃあよっぽどのことでなきゃクリアできねえじゃねえか。だから結果的にカードリーダーを破壊でもしなきゃ僕がここから生き残れる可能性はなかったわけさ。別に同情しなくてもいいよ。君たちみたいな絵女式の欠けた連中に同情されるなんてヘドが出るだけだからさ。朝日が死んで絶望したって言ってるけどよ、てめえが殺したんじゃねえのか。殺してないよ。確かに僕はデブを殴り倒してカードリーダーを破壊したけど、西下朝日さんは殺してないよ。すでに彼女が死んでいた現場に偽物のダイイングメッセージを残した僕がしたことはそれだけだよ。てめえなんでそんなことしやがった。言いやがれこの野郎。だって殺人現場は西下朝日さんの部屋だったんだし、止めてもらってた秋山が殺したとしか思えなかったし、それに幼馴染だった君が犯人だと断定されればここにいる全員もう誰も信用できなくなって最悪殺し合い、あれはそのためのものだね。かあ、本当に狂人なんだけどやってることが。ひどい。あなたはヒロシ君の友人だったんじゃなかったんですか。そんなこと言ってるのはそいつだけだよ。少なくとも僕は友人だと1ミリも思ってないね。ただの不良のゴミクズなんだよそいつは。それにそいつのせいで朝日さんも死なせてしまったんだよ。何？詳しく話してみてください。1日目の探索の時に僕と春崎さん、そこの秋山の3人で探索していた時だよ。買い物エリアにてちょっとした理由で全てのプレイヤーが脱出できる PDA を手に入れたんだよ。無条件でカードリーダーを差し込むだけのやつ。なんだって？そんな話一回も聞いてないよ。あれ？言ってなかったっけ？てっきり他2人がどこかで話したかと思ってたけど。そんなことよりその PDA はどこにあんだよ。壊されちゃったよヒロシにね。あれは罠だったんだ。だってそうだろ、この状況であんな都合のいいもんを渡すわけねえだろ。でも罠だという保証だってなかったでしょ。それは今となっては真実はわからないけど、もし使っていれば誰も死なずに全員脱出できる可能性だってあったはずだよ。お前がそのわずかな可能性を潰したんだよ。お前がここにいるみんなを救えた可能性をためらわずに踏み潰したんだ。ヒロシがどんどん追い込まれる。八角のルート入ってると思ったのに。俺はみんなのために。何？今更後悔してるの？不良はむしろ低能らしく逆上するべきでしょ。ヒロシ君になんてことを。地獄に落ちてしまえ。ちょっと待ってよ春崎さん、僕だけに敵意を向けるのは間違ってるよ。本当に敵意を向けるべきなのは仲間を殺した人間、水晶ゆき子さんは僕にそう言ってたよね。ええ、そうね。でも軽蔑はされてるぞマサト。確実に。何他人事みたいに言ってんだ。何度も言うぜ、てめえが殺したんじゃねえのかよ。でも彼は日下朝日殺人の証拠を捏造し、
デブを殺すつもりで殴り、カードリーダーも破壊したのも認めた。ここまで白状して今さら嘘をつく必要があるとは思えないわ。水晶さんは話がわかるな。他の無能な外道どもとは違ってね。言っとくけど、僕も誰が道下さんを殺したのかはわからないよ。それと他の証拠は一切処分したりしてないからね。おい、どうなってんだ秋山。朝日を殺した犯人を知ってるんじゃねえのかよ。わからねえ。じゃあ他に犯人につながりそうな証拠は。怪しい全門は全部使い切っちまった。今ある証拠でこれ以上何もわかんねえよ。あら、ちょっと見直そうかと思いましたが、やっぱり使えませんわね。いやでもここまで奮闘したぞ、ヒロシは。このヒゲだるまリーゼント、ケツアゴ親父お顔を低能不良は、ぶち殺しますわよ。ひどすぎる。ははそりゃそうだよ。不良の思考なんて猿も当然だからね。むしろここまで考えられたことを褒めてあげたいよ。この、待って。喧嘩は真犯人を判明させた後にして、今は犯人探しに集中するのよ。じゃあさ、もし犯人が見つからなかったら？そうなれば犯人は野放しになり、道下様のようにまた誰かが殺され、最悪全員殺されてしまいますわ。石森様が望んでいた展開にね。そうだね、そうなってほしいよ。だとしたら次殺されんのマサトだと思うけどな。まあそん時は真っ先にお前が殺されるだろうがな。くそ、どうすれば。一回みんな落ち着いて。じゃあこうしましょう。一度みんなで意見を言い合いましょう。これで何も発展しなければもうおしまい。秋山博士、この中で彼女と最も一緒にいたあなただったら、この意見の出し合いで何か気づくかもしれない。どんな些細なことでもいいわ。チャンスを見逃さないで。最終番長討論、とうとう最後まで来たか。 OK、 じゃあ区切りもいいし、一旦ここまでにしましょうかね。次回は最終番長討論だからね。一体展開どうなるのか。はい、それでは一旦終わります。シュヤンでした。またね。